アダム・ジェイコブ・シュビンは、アメリカ合衆国の政治家、外国資産管理局局長、テロ、金融犯罪担当財務次官、財務長官を歴任した。シュビンは、ユダヤ系の家庭に育ち、ニュージャージー州のヤビアカデミーとニューヨーク州のラマーズスクールで教育を受けた。シュビンは、ハーバード大学で学士号を、ハーバードロースクールで、ホーム博士号を、それぞれ取得した。 シュビンはワシントン DC に今日構え、妻ミリアムとの間に子供を3人設けた。シュビンは2004年に財務省に入省。ブッシュ政権でテロ、金融犯罪担当財務次官上級補佐官を務めた。彼は2006年から2015年までの、計9年間、外国資産管理局局長を務めた。2015年4月15日、バラク・オバマ大統領は、 主瓶をテロ、金融犯罪担当財務次官に任命。上院銀行委員会は2016年に主瓶の指名を承認したが、上院本会議による承認は行われなかった。上院による承認が完了していない中で、2017年1月にドナルド・トランプ時期大統領は、主瓶に留任を要請。そして2017年1月20日のトランプ政権発足と同時に、 ジェイコブルー財務長官とサラ・ブルーム・ラスキン財務副長官が退任したことで、シュビンが財務長官代行となった。シュビンは公認の財務長官として、スティーブン・マヌーチンが承認を受けた後、政権から退く。ありがとうございます。